最後ちょっと、角川さんの話をしましょうよ。最近なんか、すごい業績いいじゃないですか。イーロン・マスクもハマってるエルデンリングのおかげで。そうなんですか。エルデンリングが上増ししたんですけど、実はエルデンリング以外の、いわゆるゲーム事業以外のビジネスも堅調ですね。ちゃんと成長しています。いや、その、なんか、結局、その、ラノベとかをすごい量産して、そこからその、まあ、マルチ IP 化というか、そんそうなです展ね。開をされてるわけじゃないですか。今ですね、新刊を大体年間5500点出してるんですよ。これ日本最大なんで5500すね。点も出してんすか？うち編集者が600人いて、で、5500点出してるんですけど、この5500点の中から、言ってみればですね、著者と編集者がいれば、文字物って作れるんですよ。で、それが漫画家さんだったら、著者と編集者がいれば、漫画ができるんですね。これは、制作コストは、正直言うと、ものすごい低いんですよ。まあそうですね。で、ここから才能を発掘してきて、で、売れたストーリーをアニメにする。アニメを年間40シリーズ作ってるんですね。それから、じゃあ実写の映画も、5500点の中から40点が選ばれてるってことですか？全部が全部じゃないんですけど、でも9割はそうです。だからたまに推しの子みたいに他社の、原作をうちでアニメ化するのもやってるんですけど、でも9割はやっぱり自社のところからやるわけですね。それで、アニメにすると、アニメは1人と2人じゃできないわけですよ。1人の作者と。ものすごい組織だって作んなきゃいけない。それからゲームが年間、ライセンスアウトのゲームが年間多分10本ぐらいやってるんですね。で、これも、ライセンスアウトですけど、一人じゃできない。組織だってやんなきゃいけないし、お金もかかる。だから、そっち側の、要は5500点出してるがゆえに一番いいのだけこうやってピックアップしてくるんで、ちょっと常に新しいシリーズのアニメが出てくる。だから、他社みたいにですね、ものすごい大ヒットになる鬼滅の刃とか、ああいうのは出てこないんですけど、でも、世界中の一部の人に刺さるのが、バンバン出てくるわけですよ。だから、うちはもうなんか、ジャンプとか、マガジンとか、ああいう看板雑誌に連載するっていうのは、その連載を決める時点でフィルタリングして出してるわけなんだけど、そうじゃなくって、たくさん出して、その中でヒットしたものをアニメ化したりしていくっていう、全く違うアプローチなんですね。だからで、すごい賢いなと思って。仕方なくこうなってるっていうところもあるんですけど。そうなんですか。っていうのはどういうことかっていうと、やっぱりジャンプとかマガジンみたいなお化けメディアを持ってないがゆえに。で、もともと十何社の出版社をどんどん買収してここまで来たんで、もともとレーベルもみんな違ってたんですね。そうか。今、そうですよね。だから昔リクルート持ってたメディアファクトリーとかもうちだし、アスキーああ、とそっかもか、うち。今。ああ、そうだ。ああ、あれ、ファミ通とかもそうでしたっけ？ファミ通ももちろんそうだし。ねえ、そうっね。すよね。でもそれが良かったんですよ。っていうのは、僕も外から出版業界来てみて分かるのは、うちは最大の出版社ですけど、それでも、その新刊5500点出してて、新刊シェア7%なんですよ。で、なるほど。小学館、講談社、集英社、角川で4大出版社なんですけど、これ全部合わせても20%しかなくて、で、残りは、もっと小さい出版社が、うわーっといるわけですね。で、そこにそれぞれ営業がいて、人事がいて、財務がいて、で、役員がそれぞれ20人ぐらいずついて、これ効率良くないんですよね。だから、僕はもっと出版社としての KADOKAWA をスケールアウトしたいんですね。でも今は、
なかなかみんなファミリービジネスだから売ってくれないんで、まあ今は国内よりも今海外、まあ国内も国内でガンガンやってますけど、海外でまたものすごく出てるんですよ、日本の漫画とかラノベとか。まあなんで、なぜ日本の高校生が道で交通事故に遭って異世界に転生して、なんかものすごい強いキャラになってるって話をリア充のアメリカ人が読んでるのか全然わかんないんだけど、ものすごいものすごい刺さってるんですよ。なんか芥川龍之介となんか太宰治がなんで戦ってるのかわかんない文豪ストレイドックスっていうのが世界中で流行ってるんですよ。この日本のコンテンツの多様性に対するディマンドっていうのが今ものすごいことになってて、特にコロナの時にものすごく受け入れられたんですね。で、要は背景に何があるのかなと思ったんですけど、やっぱり格差、要は昔だったら、人生って40ぐらいまでは勝負つかなかったんですよ、みんな。なるほど、なるほど。ところが今はもう20代でものすごい大金持ちになっちゃうやつとか、もういっぱい出てきて、その多数の人たちはどこかに救いが欲しいんですよね。まあまあ、要はそれが可視化されちゃってますからね。可視化されてるから。そう、可視化されてることが問題なんですよね、多分ね。まあまあ、それもある。ただ、そうするとですね、なんか、それがゲーム、例えばゲームにハマるなんていうのもそれ一つだし、それから自分が共感できるアニメとか漫画にハマるっていうのはまさにそれ、一つの救いの道なんですね。っていうふうに僕は分析しています。世界中で。だから一昔前は日本が特別にそういう漫画とか好きなんだろうぐらいに言われてたんだけど、今もすごいです。ニューヨーク行ってもジャカルタ行ってもパリに行ってもどこ行っても本屋さんに大きな一角が漫画です。漫画、それは紀伊国屋とかそういう日本の書店じゃなくて、現地の大手書店がみんな大きな部屋、大きなコーナー一つ漫画。そういう意味で、その紙の本とデジタルの割合っていうのは、どんな風に変わってきてます？これはですね、日本の場合は今50-50なんですね。あ、今そんな、もうそんな言ってますか？今50-50です。なんですが、アメリカとかヨーロッパだと、少なくともこの漫画とかラノベとかに関して言うと、もう90ぐらい、95対5ぐらい。95か紙。へぇ、紙で読みたいんですか？紙で読みたい。で、Kindle とかって、端末の Kindle ね。端末の Kindle とかって普通にみんな持ってるじゃないですか。でもね、本はあんまり読まないんですよ。雑誌とかはあれで読むけど、本は未だにペーパーパックで読んでるんですよ。それは意外ですね。だから全然ダメなんです。電子ストアが全然ダメ。アメリカもヨーロッパ。そうなんだ。もう、それちょっと理解に苦しみますね。日本と韓国が一番やっぱり電子が進んでいて、で、それを追ってるのがやっぱり東南アジアの国々ですね。アジア圏。なるほど、なるほど。中国も含めてですけど、ここがやっぱり、電子がすごい勢いなので、こっちは電子だけど、なぜか欧米は紙です。へえ、でも いずれ電子になるでしょうと思うけどね。だから電子プラットフォームとかにも当然、だからもともとデータはどっちも両方で作ってるから、まあ、何の問題もなく電子に行けるんですけど、何しろユーザーが増えないし売り上げも増えないので。なるほど、ユーザーがそれに対応してないってことですね。そうです。まあ、本棚に並べたいとかいうのもあるらしくて。で、確かに。コレクション。コレクション。それで確かに僕もね、Kindle とかブックウォーカーとかこの端末に入れてるんですけど、その電子で入れちゃうと、まあ、電池でダーってやると、もう本当、何の本だったっけとか分からなくなっちゃうし、読み返そうという気が、読み返す時のハードル高いんですよね。
だから、出版社の社長としては、言いにくいことですけど、電子がもっと行くためには、やっぱりプライシングをもうちょっと変えないとどうなんだろうとは思ってます。確かに確かに。だって紙の本どうなんだ。アンリミテッドの本とか結構読まれますもんそうなんです。ね。なるほまあでど。もい面や白ーでいでもすなよ。んか、いや、本当夏野さん社長になって面白くなったなと思って、見てました。いやでもね、徹底的に実は社内改革もやってて、ついにね、だからもうリモートの会社にしちゃったんで、92%の社員が家から仕事してるんですけど、それに始まり、なんか管理職の数を半減させて、ポストが多いと伝達悪いじゃないですか。とか、なんかいろいろやってます。あとはなんか海外ビでジネも。スをもうやろうとしてるんで、TOEIC で800点ないと部長でもエコノミーっていう制度を入れました。そうなんだ。TOEIC なんて当てにならないんだけど、でもまあそれぐらいしか試験がないので、だから新人でも800点以上あったらビジネスクラスで飛んでます。へえ、すごい。だって英語できないのにさ、出張行ってもやることないじゃん。まあそうですね。視察旅行とかやめてほしいんで、エコノミーだったら行かないでしょ。確かに。